自分がちっちゃいのすごくコンプレックスに思ったりはしてたんですけども、なんでしょう、逆になんだろう、ちっちゃいから取り上げてもらってるっていうこともたくさんあったので、例えばちょっと頑張ればすごくピックアップしてもらったり、ちっちゃいって覚えてもらったりとか、だからそういった意味ではすごく逆に、あ、逆にちっちゃすぎてよかったなっていう面はあるんですね。ね、試合に出ると、まあ、体が大きい女性見るとなんかこうそこで圧倒されるっていうか、うわって思う心があるんですけど、やっぱりそこでこう負けちゃいけない、なんかここで気持ちに負けちゃいけないっていうのはすごく今でもあって、なのでずっと父から言われてたのは、やっぱりお前は体が小さいから、だから誰よりも努力しなきゃいけないと、じゃないと上に行けないぞっていうのはすごく言われましたね。人が10やってるとしたらそれを15、20やるとか、本当に人よりも倍以上、まあ、練習しろよだとか、やっぱりやるからには妥協し合いたくない、最後まで一生懸命やりたいって思いがあるので、だからそこら辺はすごく今でも、まあ、自信持って言えるところかなと思います。